シュテックゼは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州の任意武力、ベーザー軍東部に位置する、マチソンで、ザムトゲマインでシュタインプケを構成する、マチソンの一つである。シュトックゼは、ランエンダムと、シュタインプケとの間の州遊林クレーゼの真ん中に、位置しており、軍道3号線及び5号線に面している。自治体としてのシュテックゼは、シュテックゼ村とン,ンデンとからなり、 ザムトゲマインでシュタインプケを構成する町村の一つである。シュテックゼに関する最初の文献記録は1180年のヘルフォルト修道院の所領目録である。古くは、シュトックハウゼン、ストケンハウゼン、ストックハイム、ストクソンあるいは、ストックスといった表記もなされた。ベルペカンクの廃止後、シュテックゼの運営は、ニーンブルク管区に引き継がれた。 シュテックゼの町議会は11議席からなる。シュテックゼで目覚ましいものは屋外劇場である。この劇場はシュテックゼ中心部の小さな森の中にあり、700席の観客席を有している。定地ドイツ語による喜劇や衝撃、あるいは子供のために子供が演じるをモットーとする子供劇が上演される。野外劇場はこの他に、 様々な種類の特別な催しが行われる住民に愛されている劇場である。毎年12月の第2週末に、旧学校でデルプビーナハートが行われる。この日には、野外劇場での子供クリスマス劇や、クリスマスマーケットといったイベントが開催される。ありがとうございます。